こんにちは、コミです。今日はこちらワンダーコットンの夏のウェア一目ゴム編みひたすらというやつ、前回から編んでませんけど今日これ編みたいと思います。そしてサムネに映ってましたこちら、あえてハートをつけてみました。これを今日の話すテーマにしてちょっと今日動画撮ってみようかと思います。こういうの初めてかな、もしかしたらね。そうしないとね、何を話すかとかがこう分かんなくなっちゃったりとか、まあ別に大事な話をするわけじゃないから何話してもいいんだけど、ちょっとこういう感じでやってみようと思って今日はこのテーマにしてみました。交換日記は皆様したことがありますか？私そもそもが文通が好き、手紙が好き、字を書くことが好きということで、交換日記とかは大好きなわけですね。で一つよく覚えているのが、高校生の時に交換日記してました。それは、残念ながら女子と一番の親友ですね。いつからだったんだろうな。高校生の時には3年間クラス替えがなかったのでずっと同じクラスで、それでちょっときっかけとか覚えてないんだよな。ほんと記憶が弱くてなんか全部きちんと覚えてないっていうところがまたあれなんだけれども、きっかけがあって始めたんだと思うんですけど、ちょっとこれどこに置いたらいいかな初めてのことでずれてしまう。家にあるなんかこう使ってないノートみたいな、付録についてたノートとかもらったノートとか、なんかそういうものが家にあるよってなって、じゃあそのノートでなんかやろうって言って始まったんですよ。で結果何冊もになってる。これもまたちゃんと覚えてなくて申し訳ないんだけれどもその友達と何年前だったかな、なんかすっごい久しぶりに数年前に会って話をしてるんですけど、その時に彼女は持ってるよって言ってました。で私は多分実家にあるんですけど持って歩いてなかったので今手元にはないんですよ。だから何冊最後まで行ったかっていうのとかがちゃんと覚えてないんだけど、何冊かになっている。2冊じゃない、2冊以上、3冊、いやもっと行ってるような、4、5冊だったかな。ちょっと数はわからないですが何冊かになっているっていうことなんです。で最終的に半分こにしたんですよ、彼女と。でそんな風に分けて持っているっていう風になっているんですけど、毎日だったのかな。でもね、ほんと大人になって思うとね、その毎日学校で会っているのに何書くのって大人になると普通にそう思いますけどね。なんか書きたいことがあったりとかで、私本当によく寝る人だったんですよ。だから夜ね書こうとするともう寝ちゃいながら書くみたいなことがあって、朝起きてやべえってなってなんだかわかんない字で書いてあるとかも普通にあったりとかして、で夜寝ちゃったから朝書いたとか、なんかそういういろいろな状況がありました。でもちろんね、女子同士、高校生同士ということで恋バナが中心だったのかな。なんかこう口では言えないようなこととか、そういうようなことを書いていたのかもしれない。すごいそこもなんかあまりこう覚えてないというのがあれだけど、でも恋バナ中心だった気はしますね。でそういうようなことがあったよっていう。で量としても、まあ、たくさん書きたいことがある時はたくさん書くみたいなところでしょうかね。そう、私が提供したその使ってないノート、家にあったノートみたいなのもなんか雑誌の付録みたいな感じで、こんなダサいの絶対使えないみたいなノートとかをその交換日記用とかにした気がするんですよね。いやでも私字を書くのが好きだから、その書くことがもちろん楽しかったのもあるんだけど、やっぱ読むのも楽しいですよね。いやでもな、学校でもらってすぐ読んだかでもなんか読んでそのまますぐ話をしちゃう場合もあったりするから、本当になんか交換日記をしてる意味って何なんだろうって大人になると思いますね。あの時はもう とても楽しかったからやってたんですけど、なんかでもすごく長く続いたから、まあ、楽しくなかったら多分続かないですもんね。どっちかが飽きちゃったらもう終わってしまうし。で、そうだな、私はそういうヘビ字とかがあったし、字を書くことが好きだと言っても、まあ、丁寧に書かない、その勢いで書いちゃう字とかもあったりして。でもそう、その彼女はすごくね、丁寧に字を書く人だったんですよね。だからなんか申し訳ないなって思う時があった気がする。懐かしいです、本当に。私あんまり子供の頃の記憶っていうのが残ってないですよね。まあそのところどころ残ってるところはあるけど、なんかこうたくさん記憶として残ってなかったりするから。でもそれはすごく、残っている感じなんです。ちょっとじゃあここで飲み物に行きますね。今日のコールドカップ、これちょっとセリアで見つけて買ってみました。ちょっとでかくてたくさん入らなかった、半分入れてきました。アイスコーヒーです。交換日記ね。まあ、女子とだけだったらつまんないですよね。まあ、つまるつまらないの話じゃないけど。私ね、男の子ともやってたことあったような気がして、これほんとなんで忘れてるんだろうっていうぐらいな内容ですよね。ほんとだから、こうなんで忘れちゃってるかっていうのもなんか自分としては理解できてるんだけど、中学生の時にもしかしたら交換日記したことあるかもしれません。これが確実な確実な記憶として残ってないところがなぜだろうって、そこもちょっと考えてみたんですけど、記憶がしっかりと残っているのか、これはもう妄想なのか、ちょっとその辺がこうごちゃごちゃになってるっちゃごちゃごちゃになってるんだけれども、ちょっとまあそれにまつわる話をしてみようと思います。その中学の時に男の子と交換日記をしたことがあるかもしれないという子は、同じクラスになったことはない子なんですね。で、友達がいたクラス、あ、部活も同じだったわ。その記憶もなんか薄いな。で、まあ、知っているお友達になった子なんだけど、でね、中2だったと思う。その時に、多分、交換日記したであろう男の子と、同じクラスに私が好きだった子がいたんです。で、私が好きだった子っていうのは、小学校から同じ学校だった男の子なんだけど、その子と同じクラスにいた、交換日記をしたかもしれないという男の子は違う小学校から来たので、中学校で初めて知り合った子なんです。で、私小学校から好きだった子には告白はしてます。で、まあちょっとその子との思い出とかもちっちいとはあるけどその交換日記をしたかもしれない男の子は、いや他にも好きな子いたっぽいけど私のことも好きって言ってたような気がするんですよ。これ気がするっていうとなんか自分でいい妄想してるように聞こえますねまあそれでもいいか。そんな風になって、で私その時本人には言わなかったかもしれないけど、私その子の顔が好きじゃなかったんですよね。すごく濃い、イケメンだと思います。いわゆる一般的なイケメンだからモテてたと思う。そういう顔をしている子だったんですけど、私濃い顔があんまり好みではないです。今大人になってからも。私が好きだった子は、かなりな醤油、薄い顔で地味な子で、でもその子もちょっとモテてたけど、だからその交換日記をしたかもしれない男の子については全く好きじゃなかったですだけどなんか交換日記することになっちゃったような気がするんだよな。でその子のその濃い顔のイケメンのこの男の子は字がすごく可愛い字だったんです。それは覚えてんの。だからやっぱ交換日記したのかもしれないんですけど、すごくね女の子みたいな可愛い字をしていたんですよ。だから顔に似合ってるねぐらいに思ってたんだけど、でも私は自分が好きな字を書くためにいろいろ練習してたっていうのはね何度も言ってるんですけど、私はまあ自分の字が好きだから自分の字が好きって思っているけど、なんかこいつも可愛い字書くなぐらいな感じで思っていて、いやーこの記憶は戻ってこないな喋ってる間にもしかして戻ってきたら嬉しいなと思ったんだけど、本当に交換日記したかどうか覚えてないけど、でもそれぐらいのこうなんか淡い思い出になってるから長く続いてるわけはないですね。これ本気でやってたとしても交換日記じゃなくてなんか手紙とかだったかな。なんか思い出せないけどね。でもそういうようなこともそういえばあったなって、その女の子だけのね、女の子同士の交換日記だけの話じゃなんだってなりますよね。だからなんかなかったかな男子とやったやつなかったかなって一生懸命思い出してそれがあれもしかしてあいつとやったっけみたいなそんな記憶がちょこっとだけ出てきたっていう。私だから中学の時に彼氏はいなかった。中学卒業する時ですね。だから、交換日記とかしたからって別に彼氏ってわけじゃなく、で、その、小学校から一緒で、私が好きだった子には告白して、でもなんかね、なんか遊びに行ったこととかはあるんですよね。一緒にどっか出かけたこととかはあるんだけど、なんかね、うまい具合にすれ違ってたっていう記憶です。残っているのは。私が好きだって言った時、なんか他の子が気になっていた時で、でもその子が、なんかこっちを向いた時私が違う方を見てたとか、なんかそういうね、うまい具合にすれ違ってて、なんかうまくいかなかったっていう最終的な感じがね。なんか、だから後で思えば、なんかやっぱりその、実る実らないっていうのはタイミングなんだなーって、それはもうすごい後から思いました。大人になってからっていうか、本当に後になってから。中学生の時には、ね、そういうのを聞いて、えーって感じだったけど、まあご縁がなかったということですよね。それは、そんなことがありましたけど。という感じの交換日記。文通、でも文通って昔ね、雑誌みたいなので、住所とか、こう出てて、送ると文通が始まるみたいな、なんかそういう文通コーナーみたいのある雑誌とかありましたよね。私あれでだから知らない人に出したことはないけど、文通は好きだったから、なんかこう、女の子の友達とかに手紙書いたりとか、そういうのはよくありました。だから、交換日記みたいなのは好きでしたね。はい。という感じで今日は、ちょっと話すテーマを最初に決めてみるというようなやり方をしてみました。交換日記について何か思い出のある方、あらもうそんなこと言うから思い出しちゃったじゃないのよっていう方もいるかもしれませんね。はい。いい思い出、散々な思い出、残念な思い出、交換日記にまつわるいろいろな思い出があるかと思いますが、時にそんな風にしてこう甘酸っぱい思い出を思い出してみるっていうのも、もしかするとアドレナリンが出たりしてお肌がツヤツヤになるかもしれませんのでよかったら思い出してみてください。私はこう完全に思い出せなかったのでこの程度になりますが、はい。ということで今日は一目ごま編み編みながらお話ししました。本日の手芸というコーナーは毎日19時45分から動画を公開しています。毎日の手を動かす時間に一人喋りをプラスして動画にしています。毎日の動画が気になる方はチャンネル登録お願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画良かったよという方は高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。